エアバス A300 イベリア航空の A300、エアバス A300 はエアバスインダストリーが開発、製造した総発ジェット旅客機。世界初の総発ワイドボディ旅客機であり、エアバス射設立のきっかけとなった。機種名の A300 はエアバスの A と初期構想の座席数300席にちなむ。A300 は2つの世代に分けることができ、第1世代は、 A300 バイトとも呼ばれる。新技術の採用でグラスコックピット化された次世代型は A300 から600と呼ばれる。本校では A300 第一世代を中心に説明する。本格的なジェット旅客機の時代を迎えた1960年代、バスのように気軽に乗れる大型旅客機、エアバスの登場が待望された。当時、 欧州の航空機メーカーは単独で、エアバスを事業化する体力がなかったため、国際共同開発体制により、A300 構想が推進されることとなる。そして、右翼曲折を経て、フランスと西ドイツ政府が中心となり、企業連合エアバスインダストリーが設立、A300 が開発された。A300 は、低翼配置の主力化に、左右一発ずつ、 ターボファンエンジンを装備し、尾翼は低翼配置、後着装置は前輪配置である。A300 第1世代の全長は53.62メートル、全幅は44.84メートル、最大離陸重量は116.5トンから165トンで、最大巡航速度はマッハ0.82から0.84である。当初 A300 は、 欧州域内の短距離機として開発されたが、後に離着陸性能や航続距離性能を強化した派生型が開発され、一部の海上ルートを含む中距離路線にも進出した。旅客型だけでなく価格転換型や貨物専用型も開発された。貨物型は心臓のほか旅客型からの改造も行われており、 2017年現在では貨物機としての運航が中心である。A300 第一世代は1974年にエールフランスにより初就航し、A300 から600は1984年にサウジアラビア航空により初就航した。役目を終えた第一世代は1985年に生産を終了し、 A300 から600シリーズは2007年まで生産された。総生産数は A300 第1世代が250機、A300 から600シリーズは317機であった。2017年1月現在、A300 の関係した機体損失事故が34件、ハイジャックが30件起きている。死者を伴う事件、事故は15件発生しており、 合わせて1435人が亡くなっている。以下、本校では、ジェット旅客機については社名を省略して A 数字のみで表記する。例えば、エアバス A300 であれば、A300、ボーイング747であれば、747、ダグラス DC-10 は DC-10, ロッキード L-1011 は L-1011、とする。 エアバスという言葉は、もともと特定の機種名や企業名を指すものではなく、中短距離用の大型ワイドボディ旅客機という意味合いで使われ、その語源は1960年代の欧州の大型機構想にある。1950年代終盤に707と DC-8 が相次いで就航すると、本格的なジェット旅客機の時代が到来した。航空旅客は、 爆発的に増加し、1960年代の中盤になると旅客機の大型化が望まれるようになった。空港に行けば、いつでも飛行機に乗れる時代が到来すると予想され、バスのように気軽に乗れる飛行機として、空のバスすなわち、エアバスという言葉が生まれた。1964年にイギリスでは、王立航空研究所の主導で、 メーカーや航空会社も参加した委員会が開かれ、今後の欧州には大量輸送用に、経済的な短距離輸送機が必要になるとの考えから様々な期待案が検討された。フランスでも1961年から1962年頃に、エールフランスがカラベルの後継となる大型短距離旅客機の開発を求めており、 1963年から1965年にかけて、シュド、ノール、ブレゲラのメーカーが200席から250席級の旅客機構想を相次いで発表した。同じ頃、ドイツの航空機メーカーは小規模だったため、1960年に、メッサー・シュミット、ベルコ、ジーベル、ドルニエ、VFW などの各社が集まりエアバス。 検討グループが立ち上げられ、後のドイツエアバスの前身となった。こうして、エアバスへの関心が、西欧全体で高まり、1965年のパリ航空省の頃から、ドイツフランス間、あるいはフランスイギリス間などで、メーカー間の相談がも始まるようになった。1965年10月20日から21日にかけて、 英国欧州航空主催によるエアバスシンポジウムが開かれた。この会議に西欧各国の航空会社やメーカーが集まり、200ないし250席で新しい大型エンジンを備えた総発機というエアバス像が練られた。これに沿って1965年11月にはイギリスフランス領政府のワーキンググループが以下のような欧州エアバスの概要仕様をまとめた。 その他、1座席を1マイル飛ばすためのコストは727から100より30%低く、在来機よりも低騒音、自動着陸を可能とすることなども要求に盛り込まれた。パンアメリカン航空の747。ボーイングは、米空軍の大型輸送機の受注に失敗した後、超大型旅客機747を開発した。一方、 米国でも1960年代中頃に大型旅客機を求める動きが盛り上がっていた。1965年秋に米空軍の大型輸送機 CXHLS の受注に失敗したボーイングはその設計チームと培われた技術をもって超大型機747を開発することを決定した。これはパンアメリカン航空が メーカーに開発を呼びかけていた機材でもあった。また、1966年3月には、アメリカン航空が、米国内感染に適した、大型双発機の要求仕様を発表し、メーカーに開発を促していた。これら米国の大型旅客機計画と比べると、欧州エアバスの要求仕様は特に航続距離が短く、欧州域内の輸送に適した。 旅客機を目指している点が特徴だった。欧州エアバス構想は、欧州のメーカーが開発経験のない大型旅客機であり、開発費も高額になると見込まれた。当時欧州の航空機メーカーは、米国のボーイングやダグラスに販売機数で大きな差をつけられており、一社単独では巨額の開発費を賄うことは困難しされ、 現実策として複数メーカーでの共同開発が模索された。1966年7月にエアバス計画の担当企業としてイギリス政府がホーカーシドレーをフランス政府が主導指名し、これにドイツのエアバス検討グループが加わり共同プロジェクトとしてヨーロピアンエアバスを開発することに合意した。同年10月15日にプロジェクト参加企業は それぞれの政府に対して計画への助成申請を行ったほか機体仕様の取りまとめも進行して1967年2月に初期仕様書が発行された。その後、ヨーロピアンエアバスはより広い旅客機市場に対応できる要最大離陸重量が120トンに引き上げられ機体サイズが300石級に大型化した。この機体案はエアバスの A と 座席数の300を組み合わせて A-300 と呼ばれるようになった。1966年7月に、ボーイングが正式開発を決定していた747との共通性を重視するよう仕様が変更され、胴体直径は747とほぼ同じ6.4メートル、搭載できる貨物コンテナや床面地上高も747と同じとされた。また、 航空会社はエンジンについても747と同じプラットホイットー社の JT9D を装備するよう要請していた。しかし、イギリスは自国のロールスロイスが計画していた新エンジン RB207 の採用を強硬に主張し、A 靴独政府間の調整により、機体の取りまとめをフランスが担当する代わりとして、エンジンは RR 製。 RB207 総発のみとなった。1967年9月4日には、西ドイツにおけるエアバス事業の受け皿として、MBB と VFW の合弁により、ドイツエアバス社が設立された。こうして着々と準備が進められ、1967年9月26日に、A 進読参カ国政府で以下のような、A、A-300 プロジェクトの了解覚書が、 取り交わされた。機体開発費は、推定総額1.4億ポンドで分担は、A 物が各 37. 5、各37.5%、毒が25%。エンジン開発費は、推定総額6000万ポンドで分担は、A75%、毒物が各 12. 5、各12.5%。機体設計は、主導が主導して、ー,ーシドレーとドイツエアバスが協力する。 エンジン設計は、RR が主導し、普通のスネクマとドクムツが協力する。装備品は、欧州内のみから調達。販売のための共同会社を設立。1968年7月31日までに、英国欧州航空、エールフランス、ルフトハンザ航空から計75機の受注が得られたら、実機開発に着手。 仮日程として初飛行は1971年3月、形式証明は1972年11月、初就航を1973年春とする。華やかにスタートしたエアバス計画だったが1年後には、雲行きが怪しくなった。1967年から1968年にかけて、風洞試験や構造の設計が進んだが、 米国のダグラスやロッキードもエアバス機体案を練っており、それに対抗して A-300 の設計案はさらに大型化した。航空会社側の意見を入れて、胴体直径は5.94メートルに縮小されたものの、最大離陸重量は138.5トンまで増加し、RB207 エンジンの水力増強が必要になった。 開発費の見積もりも機体が2.1億ポンド、エンジンは7000万ポンドまで膨らんだ。米国のロッキードとダグラスは、ほぼ同時に3発大型機となる L-1011 と DC-10 の開発をそれぞれ決定した。航空会社側は、大きすぎると難色を示し、1968年7月31日の期限になっても一機の発注もなかった。 経済が停滞していたイギリスでは政府が支出を切り詰めようとしており A-300 反対論が台頭した。さらに決定的だったのは A-300 計画がもたついている間に米国のエアバス構想が具体化し1968年4月にロッキードとダグラスがそれぞれ L-1011 と DC-10 の生産に着手したことだった。 これで A-300 が見込んでいた市場が奪われてしまうだけでなく RR が L-1011 向けに新型エンジン RB211 の開発を受注したことで RR 及びイギリス政府は販売数が期待された RB211 の開発を優先して A-300 向け RB207 エンジンには積極的でなくなった。 このような状況で A-300 プロジェクトは機体の小型化を検討した。エンジンは747、DC-10、L-1011 と同じエンジンを流用することになり、A-300 はゼネラルエレクトリック製、CF6、P&W 製、JTQD、あるいは RB211 のどれでも装備可能な双発機とされた。 最大離陸重量は125トンに抑えられ、胴体直径は5.54メートルまで縮小。座席数は約50席減の252席となった。この小型化した、機体案は A-300B と呼ばれ、航空会社の要望にも沿ったものであったが、依然として受注獲得には至らなかった。この間、イギリスでは、 機体担当のホーカー指導者を除いて、計画への熱意がますます冷めていき、ついに1969年4月10日、イギリス政府はこれ以上の財政負担はできないとして、計画からの脱退を発表した。イギリス政府は、RR によるエンジン独占がなくなった上、A-300B は事業的成功に会議的になったと判断した。 最初の先導役だったイギリスが離脱したが、フランス・ドイツ両政府は2国だけでもエアバス計画を続行することを決定した。1969年5月29日、パリ航空省に出展していた A-300B の客室モックアップの中で、出独両政府の民間航空担当大臣により、計画の正式決定の調印式が行われた。 この時点での受注数は未だゼロだったが、初飛行を1972年、形式証明の取得を1973年春の予定で計画が進められることとなった。フランスとドイツの両政府が開発資金を融資し、主導とドイツエアバスが継続して、それぞれの国の事業担当となった。イギリス政府は計画から離脱したことで、 主翼開発に参画していたホーカーシドレーが窮地に立った。ホーカーシドレーは民間企業としてプロジェクト参加継続を希望したが政府の援助なしには主翼開発が難しかった。主翼を開発できる代替企業もなかったことから開発費の一部をドイツ政府が援助する条件でホーカーシドレーは自社資金でプロジェクトに残ることになり 1969年6月に、主導及びドイツエアバスに対して、参加契約を締結した。また、同年11月には、オランダのフォッカーもプロジェクトに加わった。1970年1月にはフランスで、主導とノールが合併してアイロスパシアルとなり、エアバス担当企業の座を引き継いだ。フランスドイツ両政府の積極的な支援のも計画は前進し、 1970年12月18日、共同事業を取りまとめるため企業連合、エアバスインダストリーが設立された。エアバスインダストリーは、フランス商法に基づく、経済利益団体で、単独法人ではなく、参加企業が共同で責任を持つ特殊会社であった。設立時は、 アイロスパシアルとドイチエアバスが50対50で出資し、1971年12月23日には、スペインのカーサもメンバーに加わり出資比率は表1のようになった。ホーカーシドレーとフォッカーは協力会社として開発や生産を分担した。開発費は参加企業だけでなく、各社を抱える各国政府による分担もあり、 その内訳は表一の通りとなった。この間1970年6月には、エールフランスが A300 バイトの発注の意向を示していたが、同社はパリとロンドン、ジュネーブ、コルシカ島などを結ぶ工事用路線に適した機材を求めており、A300 の座席数をもう少し増やすよう要求した。そこで A300 バイトの胴体を5フレーム延長したモデルを、 用意することとなり、A300 バイトの2番目のタイプということで、A300 バイト2と名付けられた。そして1971年11月3日、エールフランスは A300 バイト2を正式に発注した。これが A300 の初受注となり、注文数は確定6機、オプション10機であった。これにより原型機は A300 バイト1と呼ばれるようになったほか、後に、 基本名称が A300 バイトから A300 に戻され、旅客型を A300 バイトとして、価格転換係を A300C、貨物型を A300 回とする形式名の整理が行われている。1972年2月には、スペインのイベリア航空から確定4機オプション8機の受注を獲得した。イベリア航空は4 0 0 0トル以上の 航続距離性能を求めていたが、A300 バイト2の航続距離は 3430km だったため、航続距離延長型として A300 バイト4を開発することになった。左前方から見たシンガポール航空の A300、A300 バイト2の右側面、ルフトハンザ航空の塗装、A300 の設計は、計画が右与曲折していたまま進行しており、 生産設計とジグ類の設計、製作は1969年5月の計画の正式決定とほぼ同時に開始されていた。西洋では1950年代後期以降、C-160 輸送機やアトランティックなどで航空機の共同開発経験が蓄積されており、予想以上にスムーズに開発が進んだ。 1971年の春には設計の90%が完了し、ピーク時には、総計3000人の技術者が A300 に携わったと言われる。A300 の空力設計は、全体のまとめと、機種形状を、アエロスパシアル、主翼とエンジン取り付け部を、ホーカーシドレー、胴体後部と尾翼を、ドイチエアバスが担当した。 A300 の材料やプロセスは無理に統一規格を作らず、コンポーネントを担当した各国の規格で設計、生産され、一つの図面の中に、英語、フランス語、ドイツ語が混在して使用されることもあった。イギリス政府が離脱したことで、RR 製エンジンにこだわる必要がなくなったことから、当時欧州の主要航空会社が発注していた。 DC-10 から30と同じ GE 製の CF6 エンジンが採用された。また、エンジン本体だけでなく、エンジンポッドや補助動力装置、エアコン装置なども DC-10 と同じものが用いられた。A300 の胴体断面モデル。客室には、通路2本と横8席の座席を配置でき、床下貨物室には、 LD-3 航空貨物コンテナを並列に収納できる。A300 の胴体断面は外径5.64メートルの深円型となった。この胴体系は必要な座席数を満たしつつ床下貨物室に LD-3 航空貨物コンテナを左右並列に搭載できる寸法として決定された。 構想初期には747の胴体幅に迫る6.4メートルという外形から始まったが客席数の変更などに合わせて修正が重ねられて最終的に外形5.64メートルに落ち着いた。A300 の空力学的特性は欧州域内を結ぶ単中距離路線で最適となる飛行速度と経済性を目指して設計された。 A300 の主翼の翼型には、ォーカーシドレーが、トライデントや HS125、HS681 などの研究開発を、通して10年以上練り上げてきた、リアローディング翼型が採用された。この翼型は、翼後方の仮面がえぐられたような形状を持ち、翼の後半で、多くの揚力を得ることができ、線音速での巡航時に、 翼表面の流速が部分的に音速を超えても抵抗が急増しないという特徴を持つ当時最先端の技術であり注目を浴びたこの翼型の特性は1960年代にアメリカ航空宇宙局が開発したスーパークリティカル翼型と基本的に同じであるが翼を設計したホーカーシドレーは NASA とは独立にリアルオーディング翼型の開発に 至ったとして、決してスーパークリティカル翼型の一種とは認めなかった。リアローディング翼型は、衝撃波の発生を遅らせ揚力係数を増加できることから、抗体核と翼圧比を同じくした場合に、従来の翼型よりも高速で飛行できる。しかし、A300 は、単中距離路線に適した旅客機を目指していたことから高い巡航速度は、不要とされ、 リアローディング翼型の特色を、翼圧を増やして、抗体格を減らすよう振り向けられた。抗体格は25%翼源で28度と、浅くなり低速時の操縦性に有利になったほか、翼圧比の増加は、強度面に有利に働き、構造重量は、従来の翼圧比の主翼と比べて、同一翼面積で1トン以上の軽量化に、成功した。 A300 の主翼は断面の変化とねじり下げにより翼腹方向にほぼ一様の圧力分布を持つように設計された。それに伴い A300 の主翼表面は翼根と翼端で異なる局面を持つことになった。主翼の製造を担当したホーカーシドレーは当時このような二重曲率の外反を製造できる設備を持っていなかったため、 エンジンパイロンのやや外側を境として、翼を外側と内側にに分割して製造し、継手で繋ぐ構造が採用された。前方左下から見上げた A300 バイトに、膠着装置を下ろして高揚力装置を展開している。主翼には高揚力装置として前面に、スラット、後縁に、フラップが設けられた。スラットは、 主翼のほぼ全幅にわたり配置され、エンジンパイロンの付け根で、滝ではスラットが途切れる部分にも、パイロンを避ける切り欠きを入れることでスラットを、投資応力を稼いだ。フラップは、タブ付きのダブルスロット型ファウラーフラップが採用され、公園翼服の84%にわたる、当時の大型民間機では、例の、ない大きさとなった。 主翼のエルロンは辺翼あたり2枚で、外翼部に低速度、エルロン、エンジン後方部に全速度エルロンが配置された。エルロンを2枚持つのは、当時の大型ジェット旅客機としては、一般的ではあったが、28度という、浅い後退角の翼では珍しかった。また、ロール方向の操縦には、エルロンだけでなく、スポイラーも用いるよう設計された。 A300 が設計された当時はまだグラスコックピットやフライバイワイヤ技術が確立しておらずコックピットや飛行システムは従来の機械式で景器類も機械電気式であるがアビオニクスの技術進歩に対しても対応できるよう機器類の搭載スペースや冷却能力には余裕を持たされた特にブラウン管を利用したディスプレイの搭載や景器類の増設そして 電気信号を介して、動力を操縦する、フライバイワイヤーの導入にも備えた設計がなされた。運行に必要な操縦士は、機長、副操縦士、航空機関士の3人であり、エアバスインダストリーが開発した、旅客機で、唯一の3人乗務機となった、航続距離延長型となる、A300 バイト4では、中央翼内にも、燃料タンクを設けて、 燃料搭載量を増やした。また、最大離陸重量を A300 バイト2の137トンから150トンに引き上げ、これによる離着陸性能の低下を補うため主翼前縁の翼根部にクルーガーフラップが追加された。国際共同開発された A300 とコンコルド。最終組み立ては共にフランスのトゥールーズで行われた。 4機の試作機と2機の強度試験機の部品製作は1969年12月から開始された。各国のメーカーで製造されたコンポーネントは1971年にフランス・トゥールーズにあるアエロスパシアルの工場に集められた。コンポーネントを輸送するため、ボーイング377を大型貨物インパニ用に改造したスーパーグッピーを エアロスペースラインズ社から購入し、1971年11月から運用を開始した。総組み立て及び総組み立て図面の管理は、アエロスパシアルが担当し、各機体の生産進捗に合わせて、総組み立て図面をアップデートする方式が取られた。機体の組み立てでは、現場合わせによる結合が各所で採用された。例えば主翼と胴体の結合では、 まず胴体と主翼を工場の基準点に位置合わせし、次に油圧ジャッキなどで主翼及び胴体に実機同様の荷重をかけた上で現場合わせでボルト穴を開けて結合された。初期にはフランスで製造した胴体とドイツで製造した胴体が合致しないトラブルもあったとされるが、すぐに解決された。初飛行を行うエアバス A300A300 の一号機は、 原型機となる A300 バイト1で、初飛行は1972年10月28日に行われた。通算3号機から A300 バイトに使用となり、1973年6月28日に初飛行した。試験飛行には1号機から4号機の4機が投入された。試験中に以下の回収が加えられたが、 いずれも困難な問題ではなく飛行試験は順調に進んだ。A300 の通算3号機。エアバスインバストリーはコーポレートカラーにレインボーカラーを採用した。後に東亜国内航空のコーポレートカラーとしても採用された。試験で確認された運用限界や性能は控えめに設定されていた計画値を上回った。 最大運用限界マッハ数は0.84から0.86に引き上げられたほか、所要滑走路長は4から6%短くて済み、最大揚力係数は8から10%高くなったので、フラップの最大角度が減らされた。1974年3月15日、フランス及びドイツの航空当局から A300 バイト2の形式証明が交付され、 同年5月30日には、米国の連邦航空局からも、形式証明が交付された。形式証明取得までの飛行時間は、延べ1585時間で、内訳は開発試験が610時間、証明試験が595時間、訓練や、路線実証試験などが380時間であった。通算5号機の A300 バイトが、量産初号機となり、 1974年4月15日に初飛行して、同年5月10日に、エールフランスに初引き渡しが行われた。以降の量産機は、A300 バイト2の使用が基本型となった。1974年のファーンボロー、国際航空ショーで展示されるエールフランスの A300 バイト、2から 1C エールフランスは、A300 の最初の発注車であり、 最初の運行者となった。1974年5月23日、エールフランスのパリロンドン線で A300 は初就航した。就航した A300 は予想よりトラブルは少なく、乗客や乗員からも好評だった。主なトラブルと回収内容としては、気流の乱れに起因する方向打の破損例が見つかり、気流を乱す隙間が塞がれて、 方向打の構造も改良されたほか、フラップが正常に動作しない可能性が見つかり、フラップの作動機構が変更された。また、客室後部の横揺れが指摘されようダン波が改良された。その他、エアコンダクトや貨物積載装置の不具合対策、電波障害対策などが実施された。就航後3ヶ月頃から、定時出発率は、 約97%に安定して、ワイドボディ大型機としては良好であった。初就航の時点で36号機までの生産が進められていたが、受注は思わしくなかった。1972年2月のイベリア航空による A300 バイト4の受注に加えて、同年末には、ルフトハンザ航空から A300 バイト2を確定3機、オプション4機受注していた。 しかし、1972年8月に、英国欧州航空は、A300 ではなく RR 製、RB211 エンジンを装備した、L、L-1011 を発注した。A300 ほどの大型機を必要とする短距離路線は、限られていたほか、欧州発の大型機に対する様子見の空気もあった。そして、本格化しつつあった不況と1973年の、 第一次石油危機の発生により、航空輸送需要が激減し、世界中の航空会社が新機種導入を控えるようになったことが A300 の販売低迷に影響していた。そのような中、1974年10月に、大韓航空から6機の A300 バイト4の受注に成功し、欧州以外の航空会社からの初めての注文となった。当時、 航空会社はエアバスインダストリーのサポート体制に不安を感じていたことからこの商談はエアバスインダストリーが欧州から遠い地域でも必要なサポートを提供できることを示す上でも重要だった。航続距離延長型の A300 バイト4の初号機は1974年12月26日に初飛行し1975年3月26日に 形式証明を取得した。ところが初飛行目前の1974年10月に A300 バイト4の最初の発注者だったイベリア航空が注文をキャンセルしてしまったため、1975年5月にフランクフルトを拠点とするチャーター便航空会社のジャーマンエアに初納入され、6月1日に初就航した。路拡大のためエアバスインダストリーは A300 の性能向上に努め、A300 バイト 2B4 ともに、ペイロードや燃料搭載量を増やせる、要最大離陸重量を引き上げたほか、A300 バイト2では、離陸性能向上型が開発された。左前方から見た A300 バイト 2K。主翼の付け根にクルーガーフラップを備える。A300 のスラットには、エンジンパイロンを避ける切り欠きがある。 A300 バイト2の最大離陸重量を142トンとしたタイプは1975年6月20日に形式証明を取得し座席数269席での航続距離は1400回りから1800回りに向上したまた A300 バイト4で採用されたクルーガーフラップを A300 バイト2にも装備して 高地や高温地域での離陸性能を向上させたタイプも開発された。このタイプは A300 バイト 2K と名付けられ、南アフリカ航空から初受注した。A300 バイト 2K の初号機は、通算32号機で1976年7月30日に初飛行し、同年11月23日に納入された。1976年6月10日には、 a 3 0 0ト4の最大離陸重量を157.5トンに上げたタイプに形式証明が交付され、後続距離は2600回りとなった。さらに a 3 0 0ト4では主翼と主脚の強度を向上し、ブレーキとタイヤの容量を増すことで最大離陸重量を165トンまで引き上げたタイプも開発された。このタイプでは貨物室に 燃料タンクを増設でき、その場合の航続距離は3000回りとなった。165トン使用は1978年1月にエールフランスから発受注し、1979年4月26日に形式証明を取得、同月末から引き渡しが始まった。この間、1978年4月にエアバスインダストリーは、 A300 の形式名の整理を行い、クルーガーフラップを持たない B、B2 を B2 から100、B2K を B2 から200、最大離陸重量が165トン以上の B4 を B4 から200、それ以外の標準型 B4 を B4 から100と呼ぶようになった。その他にも設計改良が続けられ、着陸滑走距離の短縮や燃料系統の工夫によるタンク有効容積の 改善なども行われた。また、1975年に、エールフランスの A300 で、オートパイロットが誤作動する事象があったため対策が打たれたほか、金属疲労対策として部品が変更されたり、トルコ航空 DC-10 パリ墜落事故を受けた、急減圧への対策などが施された。こうして、エアバスインダストリーの努力によって、A300 は、 改良が重ねられ、欧州域内の短距離専用機から 5000km を超える中距離路線にまで使える幅の広い旅客機に成長した。当時双発機の飛行が難しかった太陽横断航路は無理であったが、欧州と中東、アフリカ間路線や東南アジア路線といった海上路線でも A300 が運航されるようになった。 1976年11月時点で A300 の運航会社には、エールフランス、ルフトハンザ航空、大韓航空、ジャーマニアのほか、エアインディアやフランスのエールアンテール、オランダのトランサビア航空なども加わっていたが、運航機数は27機であった。エアバスインバストリーは A300 の改良と販売活動に懸命に取り組んだが、受注は相変わらず伸び悩んだ。 1977年初頭における確定受注は36機、オプションを含めても57機であった。深刻な不況が続いて、世界の航空会社は、大型機を持て余し、売りに出される747もあるほどだった。DC-10,L-1011 そして747は、石油機器の前にまとまった受注を獲得していたが、A302 は、 それがなかった。エアバスインダストリーの主要メンバーであるアエロスパシアルは当時手掛けていたコンコルドやコルベットも売れず、経営危機器に陥った。A300 は月産2期で生産されていたが、トゥールーズには行き場のない機体が滞留し、1977年には月産1機に減産することが決定し、さらに0.5機まで抑えることも検討された。 必死の売り込みが続けられ、欧州の銀行団も、破格の融資条件を提示し、米国のメーカーが手を引くような経営状況が悪い、航空会社へも納入したため、叩き売りの噂も立つほどだった。エアバスインダストリーは、A300 の事業成功の鍵は、米国の航空会社からの受注にあると考え、積極的な販売活動を展開した。 その成果は1977年に現れ、米国内戦大手だったイースタン航空への売り込みに成功した。実は、当時、不況の影響で、イースタン航空も経営不振に陥っていて、主力の L-1011 を持て余していた。同社は L-1011 と同等の近代性を備えた小型の機材を求めており、A300 にも興味はあったが、 新機材購入に充てられる資金がなかった。そこで、エアバスインダストリーは4機の A300 バイト4を6、か月間、無償でリースするという、思い切った提案を行い、1977年8月に、この内容で契約が結ばれた。同年12月13日、イースタン航空は、A300 の路線就航を開始した。イースタン航空の A300 は、 評価という目的もあり、条件が厳しい路線に投入されたが、1日あたり平均8.4時間、定時出発率98.4%という優れた運行実績を示した。イースタン航空が特に気にしていたエアバスインバストリーの製品サポートに問題はなく、乗客からの評判も上々であった。イースタン航空が運行した3 0 0バイトに、 ニューヨークのラガーディア空港にいて、同社からの受注により、エアバスインダストリーはアメリカ市場への進出に成功した。ただ、ニューヨークのラガーディア空港への乗り入れが問題となった。空港を管理するニューヨーク港湾局が、空港の水上部分の強度上の理由により、A300 の109トン以上での離陸を認めなかったのである。話し合いの結果、エアバス側が、 水上部分のコンクリート補強費用50万ドルを負担するとともに A300 の主客の車輪間隔を広げる改造を18ヶ月以内に行うことを条件に138トンまでの離陸が認められ、これによりラガーディアマイアミ間の直行便の運行が可能となった。エアバスインダストリーは本格的に A300 の購入を検討し始めたイースタン航空に対し、 購入額の大部分に好条件の融資を行った。さらに、イースタン航空がもともと望んでいたのは170席程度の機材であったことから、より大型の A300 で運航コストがかさんだ分を1982年まで、エアバスインダストリーが保証するという金融的措置まで行った。こうして1978年4月に、イースタン航空から A300 バイト4を 確定23機、オプション9機を発注し、エアバスインダストリーは A300 の米国の航空会社への売り込みに成功した。イベリア航空の A300 バイト4。同社は A300 バイト4の最初の発注者となったが一度キャンセルし、後に再発注した。イースタン航空による A300 の運航は好調で、同社は今までの機材中最高と評価した。 ちょうどこの頃から世界の航空業界も不況を切り抜け経営を立て直しつつあった。航空機需要が上向きになり、1977年後半から A300 の販売は急に売れ出した。石油危機器による燃料費の高騰が長期にわたったことで、総発で大人数を乗せられる A300 の経済性が認められることとなった。 スカンジナビア航空やアリタリア航空に加え、大国際航空や、ガルーダインドメシア航空、そして、日本の東亜国内航空といった欧州以外の航空会社からも新規受注を獲得した。エールフランスやルフトハンザ航空の追加発注や、イベリア航空からの再発注も加わり、確定受注数は1977年が20機、1978年が70機、 1979年も前半だけで50機に達し、エアバス関係者も予想していなかった売れ行きとなった。一転して A300 の増産が決まり、1979年には月産2.5機、1980年の通算118号機完成後からは月産3機となった。この販売好調にはエアバス機を導入する、 航空会社に対する好条件の融資も一役買っていた。エアバス加盟国の政府保障の元欧州の銀行団が必要資金の90%近くまで年率8%台固定で貸し出し10年またはそれ以上の延べ払いも可能とするなど米国輸出入銀行が自国制旅客機に設定する条件を上回っていた。これまで生産された A300 は GE 製の CF6 シリーズエンジンを装備していたが、スカンジナビア航空の発注機は、P、P&W 製の JT9DE エンジンを装備する最初の機体となった。このタイプは1979年4月28日に初飛行を行い、1980年1月4日に形式証明を取得、1980年1月17日に、 初引き渡しが行われた。この頃、A300 バイト4をベースとした、価格転換型 A300C4 も開発された。A300C4 では、メインデッキに貨物を搭載できる、要左減前方に、幅3.58メートル、高さ2.57メートルの貨物扉を設置し、床面強化などが行われた。ドイツのハバックロイドが、最初の発注者となり、 A300 バイト4から200として完成していた83号機が A300C4 に改造された。A300C4 は1979年12月18日に形式証明を取得し、その月に初引き渡しが行われた。A300 の販売が好転すると、エアバスインダストリーは次期製品の検討を本格化した。これまで言っていた。 市場調査の結果から座席数200席強の旅客機需要が高まると予測され、同社は A300 の胴体を短縮した派生型の開発を決断した。この派生型は A310 と名付けられ1978年7月7日に正式開発が決定され、同月13日にフランスドイツ両政府からの事業認可を得た。 A300 の販売工程と A310 の開発決定という将来性が見えてくると、これまで様子見をしていたイギリス政府が方針を変えた。イギリスは1977年4月29日に放火ーードレーを含む航空機メーカー4社を統合し、国有企業としてブリティッシュエアロスペースを設立させた。 そして1978年11月、イギリス政府のエアバス計画への加盟が決定した。エアバスの苦しい時期を支えてきたフランス政府は、このイギリス政府の態度に反発したが、同じくエアバスを支えてきたドイツ政府は米国へ対抗するためには、イギリスの力を無視できないと考え、最終的にイギリス政府の参加が実現した。 スイス航空の A310 から200。同社は、ルフトハンザ航空と共に、A310 の最初の発注者となった。A310 の胴体は、A300 の胴体から、平行部分で11フレーム短縮された。また、このままでは、機体重心から尾翼までの距離が長くなってしまうので、圧力隔壁の後方に当たる微分も2フレーム、短縮されて、 ビブの絞り込みが A300 より急角度になった。これにより A310 の全長は A300 バイトにより6.96メートル短縮された。初期の A310 構想では主翼やシステム類は A300 のものを流用して開発費を抑える考えだったが、ボーイングが全くの新規開発で総発ワイドボディ機 7X7 を研究していたことから、 それに対抗するため、エアバスインダストリーは A310 にできるだけ新技術を盛り込むことにした。短縮した全長に合わせて主翼は新規に設計された。当時、デジタル通信、制御技術が急速に進歩していたことと、航空会社が直接運航費の抑制を求めていたことから、アナログ式だった A300 の機体システムは全面的にデジタル式へ、 設計変更され、自動化技術や、フライバイワイヤ技術も導入され、いわゆるグラスコックピット化された。これらにより、A310 は、標準仕様で操縦士二人で、運行可能なワイドボディ機となった。A310 では水平尾翼と膠着装置も、新設計となったほか、炭素繊維強化プラスチックなどの複合材料の、使用範囲も拡大された。 A310 は A300 と同じ組み立てラインで生産され、製造番号も A300 と共通の投資番号が裁判された。通算162号機が A310 の初号機となり、1982年4月3日に初飛行した。A310 は1983年3月11日に形式証明を取得し、 1983年4月10日に、ルフトハンザ航空により初就航した。中期中の A300 から600を正面から見る。左限前方の乗降用ドアにボーディングブリッジが接続されている。A300 から600は A300 第1世代と同じ、胴体断面を用いた。エアバスインバストリーは A310 だけでなく、 A300 への新技術投入も早くから考えていた。新しい A300 では、A310 との競合を避けるため座席数を少し増やしつつ、A310 と同じ二人乗務のコックピットを導入して、A300 と A310 の運行の共通性を高めることになった。この次世代型 A300 の機体構造は、A300 バイト4をベースに開発され、 正式な形式名は A300 バイト4から600と名付けられたが、一般的に A300 から600と呼ばれるようになった。本校では以下 A300 から600より前に開発された A300 シリーズを A300 第一世代 A300 から600及びその派生系を A300 から600シリーズと呼ぶ。フィンエアの A300 バイト4。 操縦士二人での運行も可能になった FFCC 使用機である。二人乗務のコックピットは A300 第一世代の頃から研究されていた。A300 第一世代の通常使用では航空機関士が操作する機器類は主にコックピット内の右舷側にあるが、エンジン指導後は航空機関士が前方向きに座って飛行できる要操作パネルが配置されていた。 エアバスインダストリーは、この考えを一段と進めて、航空機関士を必要とせず操縦士2名だけでの運航も可能な FFCC と呼ばれるコックピットを開発した。A300 の FFCC 使用機は1981年10月6日に初飛行し、ワイドボディ機として、世界初となる操縦士2名だけでの飛行を3時間40分実施した。 FFCC 使用機の試験は順調に進み、1982年にガルーダインドネシア航空に対して初引き渡しが行われた。また、1980年代前半に A300 の垂直安定版の前円や試客扉などを CFRP 製とした試作品の開発や実証試験も行われていた。 これらの取り組みや A310 で蓄積された技術が A300 から600に反映された。A300 から600の開発では A300 第1世代より、航続力と搭載力を強化すること、そして可能な限り A310 との共通性を持たせて、開発、生産コストや航空会社の運用コストを抑えることを目指して、以下の点などが変更された。 A300 から600を最初に発注したのは、サウジアラビア航空で、その内容は、JT9D エンジン装備仕様を11機であった。これにより1980年12月6日に、A300 から600の開発が正式決定された。A300、A310 通算252号機が、A300 から600の初号機となり1983年7月9日に、 初飛行した。形式証明のための飛行試験には3機が用いられ、飛行回数は延べ232回、飛行時間は計506時間の試験が行われた。1984年3月9日に形式証明が交付され、同月25日にサウジアラビア航空に対して初納入されて、翌月に初就航した。1985年までに、 サウジアラビア航空に加えて、クウェート航空、大国際航空でも A300 から600の就航が始まった。A300 第1世代は1980年から82年にかけて引き渡し数のピークを迎えたが、A300 から600の登場により役割を終え、1985年1月2日に、 初飛行した通算304号機を最後に生産を終了した。304号機はシンガポール航空の発注により製造されていたが発注が変更されたことでアメリカン航空に納入された。A300 第1世代の生産数は250機で1号機を除く249機が顧客に納入された。A300 の貨物型改造機の前方部 前方上公用ドアの後ろにメインデッキの貨物扉がある。エアバスインダストリーでは早くから A300 の貨物専用型となる A300 回4も提案していた。新造機での発注はなかったが、旅客型からの改造の受注があった。通算277号機が A300 回4への改造初号機となって1986年6月6日に、 形式証明を取得し、大韓航空に引き渡された。A310 と A300 から600シリーズでもそれぞれ航続力を強化した派生型として、A310 から300と A300 から 600R が開発された。A310 から300、A300 から 600R では水平尾翼にも燃料タンクを設けて燃料搭載量を増やすとともに、 尾翼と主翼の燃料タンク間で燃料を移送して機体の重心位置を制御するシステムが搭載された。このシステムによって機体の姿勢を一定に保つのに必要なトリム抵抗を最小限に抑えられ運行経済性の向上が図られた。A300 から 600R の初号機は通算420号機で1987年12月9日に初飛行し、 1988年3月10日に形式証明を取得して、同年4月20日にアメリカン航空へ初引き渡しが行われた。その他、A300 から600シリーズでも、価格転換型の A300 から600シート、純貨物型の A300 から600回が開発された。エアバスインダストリーは A310 と、 A300 から600に続く製品開発も進め、同社発の単一通路機である A320 を開発した。A320 での飛行制御システムは A300 から600から一段と進化し、完全なグラスコックピットとなり操縦装置も従来の操縦管に変えてサイドスティックが採用された。旅客機へのサイドスティックの導入は、これが初めてであり、 A300 の3号機を試験機に当てて新しいコックピットとシステムを組み込んで入念な試験飛行が行われた。A320 は1987年2月に初飛行して1988年2月に形式証明を取得し、1988年3月に航空会社への引き渡しが始まった。 並走するスイスインターナショナルエアラインズの A340 から300と A330 から300。両機種でも A300 由来の胴体断面設計を用いられた。さらにワイドボディ機の分野でもエアバスインダストリーは A300 より大型で超高速距離の旅客機市場へ進出を図り、大型双発機の A330 と4発機の A340 を 同時並行的に開発した。A340 は1993年2月、A330 は1994年1月に、それぞれ路線就航を開始した。A330 と A340 の胴体断面は、A300 と同じものが用いられたが、主翼は新設計となったほか、A320 と共通性の高いコックピットや、 システムが導入された。A320 以降の操縦システムの共通化により、相互乗員資格制度が認められ、対象機種の操縦資格を持つ操縦士は短期間の転換訓練で別機種の操縦資格を取得できるようになった。A300 から 600ST、ベルーガ。エアバスインバストリーは A320 以降の機種でも参加各国で、 パーツやコンポーネントの生産を分担する体制を続けていた。これまで参加各国で生産されたコンポーネントの輸送にはスーパーグッピー輸送機が用いてきたが、同期が旧式化したことに加え、エアバスインダストリーの事業が急成長したことで、これに対応するために新しい輸送機が必要になった。そこで、 1991年8月、エアバスインダストリーは A300 から 600R をベースとした新型輸送機 A300 から 600ST ベルーガを開発することを正式決定した。A300 から 600ST は主翼やエンジンなどを A300 から 600R と同じくし大型貨物を収容できる要動体上半分が極めて太いものとなった。 A300 から 600ST は1994年9月13日に初飛行し、1995年10月25日に引き渡しが始まった。A300 から 600ST は2001年までの間に5機生産され、前機がエアバス市会社のエアバストランスポートインターナショナルで運行され、これによりエアバス機の生産に従事していた。スーパーグッピーは、 全期退役した。1980年代前半まで民間航空機市場におけるエアバスインダストリーのシェアは納入機数で20%に届くか届かないかだったが、1999年に初めて受注機数でエアバスインダストリーがボーイングを上回った。エアバスインダストリーは参加国政府の様々な後押しを受けて急成長したが、 決算報告書も存在しない企業連合という形態が問題視されるようになり、厚生各社や政府内からも財務情報の公表も含めた組織の健全化が求められるようになった。そこで会社形態を単純型株式資本会社に転換することになり、2001年に新会社へ移行して社名もエアバスに変わった。 A300 から600登場後の引き渡し数は、1980年代末から1990年代前半までは、おおむね毎年20基調であったが、A340、A330 の納入が始まり1990年代半ばになると、売れ行きが鈍り、毎年10基程度の生産となった。CCQ の対象外であった A300 と A310 は、 A320 から始まったエアバス機のファミリー化の流れから取り残される形になった。1990年代後半にはエアバス関係者は A300 が担っていた市場は A330 の単動型である A330 から200が代替するようになったとの見方を示している。また、この関係者は中距離ワイドボディ機市場には航続力や 運用の柔軟性で A300、A310 よりも勝るボーイング767の存在することを認めている。2006年3月8日、エアバスは A300 と A310 の生産を2007年7月で終了すると発表し、以降は受注済み機体の生産を終え次第製造ラインを閉じることとなった。A300 から600の最終生産機は、 製造番号878号機の A300 から 600R の貨物型であり、2007年4月18日に初飛行し、同年7月17日にフェデックスに引き渡された。A300 は A310 と合わせて822機生産され、そのうち A300 第1世代が250機、A300 から600シリーズは317機であった。 顧客への引き渡し総数は561機であり、内訳は、第1世代が249機、A300 から600シリーズが312機であった。また、A300 から 600ST は、全員5機が、エアバス関連企業のエアバストランスポート、インターナショナルで運行されている。本節では、基本的に、A300 第1世代の特徴について説明する。 A300 から600及びその派生型については、エアバス A300 から600を参照。左後方やや上から見下ろした A300 バイト4。A300 の最大の特徴として、250席から300席級という、サイズの旅客機を総発機として実現したことが、挙げられる。A300 は、客室内に2本の通路を持つワイドボディ機である。 型持ち式の主翼を低翼に配置した単葉機であり、左右の主翼下に一発ずつターボファンエンジンを備える。尾翼も低翼配置で垂直、水平尾翼ともに胴体尾部に直接取り付けられている。膠着装置は前輪式配置で機首部に前足、左右の主翼の付け根に主脚がある。 A300 第1世代の機体全長は53.62メートル、全幅は44.84メートル、全高は16.53がメートルである。A300 バイト4の右側面。ビブに向けて絞り込まれている胴体後部では、客室床も後ろ上がりに傾斜しており、それに合わせて、客室窓も少しずつ上がっている。A300 の胴体は、 新円形断面で外径が5.64メートル、胴体長は A300 バイトに B4 で52.03がメートルである。A300 の胴体外径は、巡行時の抵抗を抑えるため、同時期に開発された、ワイドボディ機の DC-10 や L-1011 よりも細い。胴体構造は、円形断面のフレームと前後方向に伸びる、縦通り材、そして、 外反の組み合わせで強度を保つ、セミモノコック構造である。フレームは21インチ間隔で配置され、一座積列に、最低一箇所の窓が確保できるようになっている。A300 は、胴体ビブが、かなり細長くなっているのが特徴で、離着陸時に引き起こし角を十分に取れる、要ビブ下面を大きく跳ね上げた形状となっている。これにより、客室後部の床は、 後方に向かってわずかに上り、勾配が付けられている。ビブを長くしたことで、微翼面積が小さく済み、巡航時のトリム抵抗低減などの利点があると、されたが、発展型の A300 から600では、胴体の平行な部分を伸ばして、ビブ構造は短縮されている。主翼は、テーパーのついた後退翼である。主翼は、胴体と一体となった。 中央翼と左右の片持ち翼で構成される。片持ち翼は、翼腹方向に伸びる桁を複数配置し、前後の桁と上下の外反とで箱型を作り応力を分担する、箱型応力外皮構造である。A300 の片持ち翼は、エンジンパイロンのやや外側を境に、外翼と内翼に分けられ、外翼は2本桁構造。 内ち翼は三本桁構造となっている。A300 の主翼外板は、外翼部と内翼部で分割して、継手でつなぐ方式を採用し、複雑な局面の製造を避けている。フェール性不正を確保するため747、DC-10、L-1011 といった他のアイドボディ機では、翼服方向には継ぎ目を設けていないが、主翼の製造を担当した。 ホーカーシドレーは、当時、翼服にわたる一枚式の外板を製造できる設備を持っていなかったため、製造方法をシンプルにできる構造が採用された。主翼平面形の主なパラメータを見ると、全幅が44.84メートル、主翼面積が260平方メートルで、アスペクト比は7.7である。25%翼限における。 後体角が28度と比較的、浅い一方、翼厚比は10.5%とやや厚めである。浅い後体角は低速時の操縦性を向上しやすいほか、翼根部の曲げモーメントの低減にもつながり、厚い翼厚比と合わせて構造強度上有利であり、構造重量の低減が図られている。翼型の模式図。上が従来の翼型で、下が リアローディング翼型の特徴を持つ、線音速翼型である。図中の A は超音速領域、B は衝撃波、C は境界層剥離を表す。主翼の翼型には開発当時の最新技術である、リアローディング翼型が採用されている。この翼型の翼断面は、前縁が大きな丸みを帯び、上面は比較的平らで下面は、 公園がえぐられたような形状である。高音速や線音速で飛行すると、機体の飛行速度がマッハ1以下でも、翼面上を流れる空気は、局所的に音速を超えることがある。音速を超えた気流は、大きな負の圧力を示し、翼を引きつける、う作用する。しかし、この気流は、翼面上の後方に向かって、 最終的に飛行速度まで減速するため、音速以下に戻るところで、衝撃波が発生して、抵抗の急増や飛行性の急変を起こす。巡航状態における、リアローディング翼型の圧力分布は、翼上面らの前円付近に負圧が、最大になる地点があるがそのピークは、従来のピー k 翼型と比べて低く、 翼表面の流速が音速を超えても抵抗が急増しない。続く、上面の圧力分布は、翼原調の中ほどまでほぼ一定で、そこから公園に向けて穏やかに低下する。一方、翼下面では、一旦負圧が上昇するが、後半部のえぐりにより流れが減速されて、上面との圧力差が確保されるため、翼原上の後方で、多くの揚力を得ることができる。 この翼型の特性は、1960年代にアメリカ航空宇宙局が開発したスーパークリティカル翼型と基本的に同じであるが、翼の設計を行った、ホーカー指導例社は、NASA とは独立にリアローディング翼型の開発に至ったとして、スーパークリティカル翼型の一種とは認めていない。リアローディング翼型は、衝撃波の発生を遅らせ揚力係数を増加できる。 ことから、抗体格と翼厚比を同じくした場合に、従来の翼型よりも高速で飛行できる。しかし、欧州域内を結ぶ単中距離機として開発された A300 では、高い巡航速度は不要とされ、前述の通り抗体格を減らし翼厚比を大きくする設計がなされた。 主翼の空力設計が優れていたことが A300 が成功した要素の一つとも言われる。同じアングルから見た A300 とその発展型 A330。A300 では主翼付け根の胴体下側には翼道フェアリングがほとんどない。一方、後に A300 をベースに開発された A330 は A300 と共通の胴体断面を持つが、 胴体延長と重量増加に対応して主翼が新設計となり、翼道フェアリングが追加されている。中央翼が貫通する胴体部分は胴体のモノコック構造をそのまま通しているが余圧はされていないため、中央翼の上面に余圧を受けられる、用5本のトラスビームを通している。A300 の主翼は低翼配置であるが、客室床の位置が 比較的高いことから中翼に近い形で取り付けられている。これにより、胴体の円筒内に、主脚やエアコン装置を収納するスペースが確保できたため、胴体下側に、翼と胴体の表面を滑らかにつなぐフィレットが、張り出していない。主翼には、動翼として、高揚力装置、エルロン、スポイラーを備える。公揚力装置には前縁に、基本的に、 スラット、公園にファウラーフラップを備える。スラットは、主翼のほぼ全幅にわたり配置され、変翼あたり3、分割されている。滝ではスラットが途切れるエンジンパイロン部分についても、A300 ではパイロンを避ける切り欠きを入れて、スラットを通すことで揚力を稼いでいる。A300 バイト1を呼び、A300 バイト2から100以外では、 離着陸性能を向上させるため前縁の翼本部にクルーガーフラップが追加されている。スラットの展開角度は着陸時には揚力係数が最大となる25度、離陸時には揚光比が最大となる16度である。公園のフラップは展開時に2本の隙間が現れるダブルスロット型ファウラーフラップである。フラップは内翼部と外翼部で2分割され、 公園全幅の84%を占める。このフラップは、まず後方に移動し、その後回転しつつ滑り降りるように展開される。フラップの後ろ側1枚は、タブと呼ばれ、前側の1枚よりもさらに折れ曲がる機構を用いている。エアバスでは、この方式により簡単な機構で性能を高くできると、していた。前回時には、翼限長が25%増え、 フラップが下がり始める前に7割まで展開される。フラップは着陸時には揚力係数が最大となる25度まで全開になり、離陸時には揚光比を稼げる16度までの展開となる。エルロンは低速度エルロンと全速度エルロンの2枚を備える。全速度エルロンは内翼部フラップと外翼部フラップの間に、低速度エルロンは外翼側フラップより、 翼端側に配置されている。エルロンリバーサルを防ぐため、翼端側の低速度エルロンは、スラットやクルーガーフラップが展開されている時のみ作動する。全速度エルロンは、フラップの作動と連動して、フラップと同様の効果を発揮する、フラッペロンとしても働く。主翼上面にはスポイラーが配置されている。スポイラーは変翼あたり7枚で、 内翼側フラップの前方に2枚、外翼側フラップの前方に5枚である。内原則から数えて4枚は、グラウンドスポイラーとしての未機能し、外原側の3枚は、フライトスポイラーとしても働く。エルロンとスポイラーの横操縦能力の分担は、高速飛行時では80%が、全速度エルロン、20%が、スポイラーによって行われ、低速では、 全速度エルロンと低速度エルロンが、それぞれ36%、スポイラーが28%を分担しているとされる。水平尾翼は水平安定板と一枚式の昇降打で構成される。逆キャンバーの翼断面を持ち、翼幅が16.94メートル、翼面積が69.5平方メートルである。ピッチ方向のトリム調整ができる、要水平安定板自体が、 可動式となっており、油圧モーターで、ボールスクリュージャッキが駆動されて、プラス3度からマイナス12度まで角度を取れる垂直尾翼は垂直安定板と一枚式の方向打で構成される。片側エンジン停止時の操縦性と往復時の着陸性能などを考慮して、方向打面積が大きく、同時に横方向の同安定を満足する、要垂直安定板も大きいため、 翼面積は45.2平方メートルである。尾翼も箱型応力外飛構造で、垂直尾翼の下半分は三本下駄でそれ以外は二本下駄構造、舵面は板金構造である。エンジンはパイロンにより主翼下に一発ずつ吊り下げられている。A300 のエンジンポッドは補え器やパイロン取り付け面も含めて DC-10 から30と同じで、 違いは配管等のわずかな配置程度である。胴体ビブには補助動力装置としてガスタービミエンジンが搭載されている。APU も当初は DC-10 と同じものが採用されたが A300 にはやや大きすぎたことから後により軽量、低騒音、低燃費の APU に変更された。燃料タンクは主翼外翼の桁間全体が当てられ、 左右それぞれのエンジンに燃料を供給するほか、左右タンク間での燃料移動も可能である。タンクは内原則と外原側に,に分割されており、翼の強度的な負荷を抑えるため、内側タンクの燃料から使用される。APU への燃料供給も、翼内のタンクから行われる。A300 バ4では、中央翼の桁間にも燃料タンクが設けられた。さらに、 A300 バイト4から200では、広報貨物室に搭載可能な LD-3 貨物コンテナ2個分に相当する追加燃料タンクがオプション設定されている。降着装置は引き込み式で、前足は二輪式で前方へ格納、主脚は四輪、ボギー式で内側へ格納される。主脚の車輪はアンチスキッド機能付きの油圧ディスクブレーキを有する。 主脚のタイヤとブレーキは B2 から B4 への重量増に対応して次第に強化されている。ビブにはテールスキットを備え、離着陸時にビブが地面に接触してしまった際にはショックを吸収できるようになっている。A300 の主要構造部材の大部分はアルミニウム合金が使用されている。主要部分の一部にはスチールやチタン合金も用いられているが、 マグネシウム合金は一切使われていない。主翼の縦通り材と外反はリベット接合で、胴体については外反とフレームはリベット、外反と縦通り材は接着により接合されている。DC-10 では接着は腐食の問題があるとして、試行像部材には全く使用しなかったのと、対照的にエアバスでは 腐食対策を十分に施すことで接着も採用された。また、費用対効果が見合う部品には一体削り出しも多用された。その他、二次構造部材の一部には複合材料も採用されている。例えば、垂直安定板の塩部、翼道フェアリング及びトラックレールのフェアリングなどには、ガラス繊維強化プラスチックが用いられ、 水平安定版の翼端の一部には炭素生命強化プラスチックが用いられている。ノバスペース社が運用した A300G のコックピット。同期は A300 バイト2をベースとした。A300 第一世代の操縦システムは機械式で、軽機類も機械電気式である。運行に必要な操縦士は機長・副操縦士、 航空機関士の3人であり、A300 第1世代は、エアバスの旅客機で、唯一の3人乗務機となったが、後に、航空機関士を除く2名でも、運航可能な、FFCC と呼ばれるコックピット仕様が開発された。A300 第1世代のシステムは、双発機であっても3発機や4発機と同等の保護、安全装置や回路を装備させるよう設計されている。 すべてのシステムはカテゴリー e やの自動着陸能力に対する要求を満たすよう設計されている。APU を空中で使用可能にするなどしてシステムは20あるいは30に上長化されている。特に飛行の安全に重大な影響を及ぼす主要システムについては2種類の機器が故障してもシステム全体が使用不能にならないよう安全性が確保されている。 油圧は完全に独立した3系統が同時に機能し、どの1系統が故障しても、操縦能力は十分で2系統が故障しても、飛行と着陸が可能である。このため翼の火事面には予備の人力操縦系統は搭載されていない。油圧3系統は、それぞれブルー、グリーン、イエローと名付けられており、エンジン駆動のポンプによって作動する。 グリーン系統だけは電源ポンプも備えており APU の電源で作動可能でありさらにグリーン系統から油圧モーターを介して残りの2系統を作動させることもできるまたエンジンと APU がすべて停止した時にはラムやタービンのポンプによりイエロー系統を作動させることが可能であるコックピットの 各システムの制御パネルにはそのシステムの概要が図示されているほか、操作機器類の配置はシステムを構成しているロジックと同じ連続性を持つよう配置されている。各表示機器も実際のシステム構成要素の配置と相関を持つように配置され、操縦士が状況を把握しやすいよう工夫されている。主警報パネルは3名の乗務員から見やすいよう。 中央のパネルに取り付けられている。航空機関士のシステムパネルは右舷側にあるが、エンジン始動後は着陸して停止するまで、航空機関士が前向きに座って乗務できる、要操作パネルが配置されている。この考え方をさらに一段階進めて開発されたコックピットが FFCC であり、システムパネルの機器類を 中央のオーバーヘッドパネルに移設して航空機関士は常時前向きで乗務できるようにし必要であれば操縦士2名だけでも運航可能となった A300 第1世代の飛行システムやコックピットはアビオニクスの技術進歩に対しても対応できるよう機器類の搭載スペースや冷却能力には余裕を持って設計された特にブラウン管を利用したディスプレイの搭載や 軽機類の増設、そして電気信号を介して動力を操縦するフライバイワイヤーの導入にも備えた設計がなされた。実際に A300 の派生型として開発された A310 や A310 の技術を A300 にフィードバックした発展型の A300 から600では CRT ディスプレイを用いた。 いわゆるグラスコックピット化が実現し、操縦系統の一部には、フライバイワイヤーも採用され、制服操縦士のみの二人乗務での運行が標準となった。安全性に対するリスクを抑えつつ整備性を向上させるようシステムの分離も図られており、A300 第一世代では特に電源系統と油圧系統の分離が重点的に行われている。整備及び点検を 簡素化できるよう、システムの各構成要素は整備性の良い場所にまとめて配置され、その近くには取り外しを行いやすいアクセスパネルが設けられている。複雑なシステム及びサブシステムには、バイトと呼ばれる検査装置が装備されている。バイトは、システムの作動状況や故障状態を自動的に検知して、表示、記録することができ、整備や非公然点検などにおける、 業務負荷の軽減が図られている。A300 のシステム構成要素は一部を、多機種とも共通性、互換性があり、特に DC-10 とは広範囲に及ぶ。エンジンポッド全体は DC、DC-10 から30と同じで、APU や、発電機、エアコン装置や防氷装置等の主要部も DC-10 と同じであるほか、油圧ポンプは747。 DC-10、L-1011 DC と同じであり、主要機器の中の80点は、米国製の機体と共通である。アメリカン航空による、運航当時の A300 の客室内。A300 の胴体は、中央付近の床面を境として上層に、客室、下層に、貨物室が配置されている。キャビンは、乗用圧力差が8.25重量ポンドごと。 平方インチに予圧され、エンジン、または APU から得られる、高圧空気を温度を調整して、キャビンに送られる。A300 の客室は、最大幅が5.35メートル、最大高が2.54メートル、長さは、初期の A300 バイト1を除くと39.15メートルである。客室内には、通路が2本配置され、標準的な座席配置は、 上級クラスでは2から2から2の6アブレスト、または2から3から2の7アブレストであり、エコノミークラスでは2から4から2の8アブレストで、座席間隔を詰めれば3から3から3の9アブレストも可能である。深円形胴体を持つ旅客機では、客室の床面位置を断面円の中心から、ある程度低くした方が、窓際座席のゆとりを確保しやすくなる。 しかし、A300 では、細い胴体系で床下に LD、LD-3 貨物コンテナを2列で収容できる、貨物室スペースを確保するため、床位置は相対的に高くなっている。断面の円の中心から、床までの距離は DC、DC-10 では 46cm、L-1011 では 48cm あるが、A300 の場合は 18cm である。 そのため、A300 では、円の曲立の影響で、窓側席の上部が狭くなってしまうことから、座席と側壁との間を10センチメートル空けている。エアバスによる、標準座席数は2クラス編成で251席、エコノミーのモノクラス編成では269席から302席で、あり、非常口により決まる、上限座席数は345席である。 客室の扉配置は左右対称で、乗降用ドアは客室最前部、最後部、主翼の前方部に一組ずつ6箇所あり、加えて、主翼後方に非常口が一組配置されている。客室の窓は上下を丸めた小判型で、寸法は2 3ミ3 4 0 m m である。座席の頭上には、手荷物を収納するためのオーバーヘッドストウェジが配置されている。 左右の座席のストレージは標準装備でエコノミークラスの中央列のものはオプション扱いだったが中央列にも採用する航空会社が多かった機内エンターテインメント設備は基本的にはイヤホンにより音楽等のサービスを提供するオーディオシステムのみだったが単中距離専用の旅客機ということで機体価格を抑えるため初期には エンターテイメント設備を一切装備しない運航会社もあった。一方、時代とともに機内設備品が進歩したことから、エンターテイメントシステムを新しいものに置き換えた航空会社もあった。床下貨物室は3室に分けられており、主翼を挟んで前方貨物室と後方貨物室があり、その後ろにバルク貨物室がある。 床下貨物室のドアは右辺にあり、前方、後方貨物室には、外開き式扉が、各1箇所、バルク貨物室には、内開き式扉が1箇所ある。前方、後方貨物室は LD、LD-3 航空貨物コンテナを左右に並べて、搭載できる幅を持っており、コンテナを、それぞれ12個、8個まで収容可能である。 コンテナやパレットの積み下ろしを行うため、前方、後方貨物室には、動力付きローラー式の積載装置が備わっており、ドア近くのコントロールパネルにて操作する。747や DC-10,L-1011 などのワイドボディ機と、同規格のパレットやコンテナを、搭載可能であることから、航空会社は、地上設備等を共用でき、中継地の空港で、 他のワイドボディ機からコンテナのまま貨物を乗せ替えることも可能である。前方貨物室は煙探知機と消火装置を備え、後方貨物室は煙探知機のみで消火装置は持たない。A300 は A300 から600より前に開発されたタイプと A300 から600以降で開発されたタイプがある。A300 第一世代はエアバスインダストリーが 初めて開発、製造した旅客機で A300 から600は第一世代の機体構造を基本に先進技術が導入された発展型である。以下本節では A300 第一世代のシリーズ構成について述べる。A300 から600及びその派生型についてはエアバス A300 から600を参照のこと。また、 A300 から 600R をベースに開発された大型貨物輸送機 A300 から 600ST についてはベルーガを参照のこと A300 第1世代の形式名は装備するエンジンによって細分化されている GE 製 CF6 エンジンと P&W 製 JTQD エンジンを装備する機体が生産された RR 製の RB211 エンジンを 装備する仕様も提案されていたが、採用する航空会社が現れず生産されなかった。トランスヨーロピアンエアウェイズにより運航された A300 バイト1。A300 で最初に製造されたモデルで1972年10月28日に初飛行し、1974年11月12日に形式証明を取得した。 a 3 0 0ト2が開発されるとそちらに注文が集中したため製造された a 3 0 0ト1は1号機と2号機のみである。1号機はエアバスインダストリーが所有し1974年8月まで各種試験に用いられてその後解体され胴体と主翼の一部がミュンヘンのドイツ博物館で展示された。2号機はリースされて トランスヨーロピアンエアウェイズに乗って商業運行に用いられ1990年11月に引退した A300 バイト2から100エールフランス運行当時の A300 バイトに同社の要請により A300 バイトは胴体を2.65メートル延長しその後の標準となったエールフランスの移行を受けて A300 バイト1の胴体を2.65メートル延長し、単一クラスでの標準座席数を281席としたタイプである。最初の機体は通算3号機で1973年6月28日に初飛行した。1974年3月15日、フランス及びドイツの航空当局から形式証明が交付された。 1974年5月11日にエールフランスに引き渡され、その月の23日に初就航した。当初は単に A300 バイトにあるいは A300 バイト2から 1C、A300 バイト2から 1A と呼ばれていたが、1978年4月にエアバスインダストリーは形式名の整理を行い、クルーガーフラップを持たない。 a 3 0 0ト2を a 3 0 0ト2から100と呼ぶようになった。a 3 0 0ト2から100は30機が生産された。a 3 0 0ト2から200南アフリカ航空は a 3 0 0ト2 k の最初の発注者となった。当初は a 3 0 0ト2 k と呼ばれていたが、1978年4月の形式名の整理により a 3 0 0ト2から200に変更された。 主翼前縁の翼根部に A300 バイト4と同じクルーガーフラップを装備することで高地や高温地域での離着陸性能を向上させたタイプである A300 バイト 2K では空力的な特徴に加えて強力なブレーキを備えナローボディ機の DC-9 や727よりも短い滑走路から離陸でき 着陸も727と同等の滑走路の使用が可能であり、2000メートルの滑走路でも余裕のある離着陸性能を持っていた。通算32号機が A300 バイト 2K の初号機となり1976年7月30日に初飛行し、11月23日に南アフリカ航空に初引き渡しが行われた。 A300 バイト 2K と A300 バイト2から200を合わせて25機が生産された。日本の東亜国内航空が最初に導入した A300 も A300 バイト 2K であった。A300 バイト2から300スカンジナビア航空のみが運航した A300 から300。A300 バイト2から200の最大離陸重量を増加し、短距離区間を頻繁に離着陸するような路線に、 適した機材として開発された A300 シリーズで P&W 製 JT9D エンジンを採用した最初の機体となった通算79号機が A300 バイト2から300の初号機となり1979年4月28日に初飛行1980年1月4日に形式証明を取得した統計式を採用したのは スカンジナビア航空のみであり4機が生産された。A300 バイト4から100イベリア航空の要求により、A300 バイト2の中央翼内に燃料タンクを増設し、最大離陸重量も150トンに増やして、航続距離を伸ばしたタイプである。重量増加に対応して、離陸性能を確保するため、主翼前縁の翼根部にクルーガーフラップが追加された。 a 3 0 0ト4の開発により、もともと短距離型として開発された A300 が中距離路線にまで使える幅の広い旅客機に成長し、結果的に販売の中心は a 3 0 0ト4となった。通算9号機が a 3 0 0ト4の初号機となり、1974年12月26日に初飛行。 1975年3月26日に形式証明を取得した。しかし、最初の発注者だったイベリア航空が注文をキャンセルしたため、ドイツのチャーター便航空会社のジャーマイヤが最初の納入先となり、1975年6月1日に初就航した。最大離陸重量を157.5トンに増加したタイプも開発され、 1976年6月10日に、形式証明が交付された。さらに、構造を強化して、最大離陸重量を165トンまで増加したタイプが登場し、基本構造の A300 バイト4は A300 バイト、4から100と呼ばれるようになった。A300 バイト4から100は66機が生産されたほか、スカンジナビア航空の A300 バイト2から300は、 全4機が統計式に改造された。A300 バイト4から200主翼と主脚の強度を向上し、ブレーキとタイヤの容量を増すことで、最大離陸重量を165トンまで増加したタイプである。A300 バイト4から200では、貨物室内に燃料タンクを増設でき、その場合の航続距離は3000回りとなった。 a 3 0 0ト4から200は1978年1月にエールフランスから発受注し、統計式の初号機は通算7 5号機で1979年4月26日に形式証明を取得、同月末から引き渡しが始まった。100機が生産されたほか、a 3 0 0ト4から100から a 3 0 0ト4から200仕様に改造された機体もある。 操縦士2名での運行が可能名、FFCC 仕様もある。ハパックロイド運行時の A300C4 から200。A300 バイト4をベースに開発された、過客転換型で、正式な形式名は、A300C4 から200である。メインデッキに貨物を搭載できる、要左減前方に、幅3.58メートル。 高さ2.57メートルの貨物扉を設置し、床面強化とメインデッキへの煙探知機の追加を行い、内装も貨物向きに変更している。メインデッキに貨物を搭載するときは、座席の代わりに貨物積載装置を取り付け、前方に QG に耐えられるバリアーネットを貼ってコックピットを保護する。 メインデッキの貨物室容積は173から179立方メートルであり、客室内装を残したままで88125インチの貨物パレットを13枚、96125インチの貨物パレットでは12枚を収容可能である。旅客機として運用する場合の座席数は281席で、繁忙機は旅客機として、閑散機は貨物機、または 火脚混載機といった運用が可能である。貨物用から旅客用へは24時間で転換できる。A300C4 はドイツのハッパックロイドから発受注し、A300 バイト4から200として完成した83号機をドイツブレーメンの VFW 社に供与して1975年5月から改造作業を行った。1979年12月18日に、 形式証明を取得し、同月中にハパックロイドへ納入された。はじめから A300C4 として生産されたのは4機であるが、このうちの2機は納入前に A300 回4に改造された。トルコの貨物航空会社 MNG 航空による運航当時の A300 回4から203。胴体前方に貨物扉がある。A300C4 と同様に、 メインデッキに貨物を搭載可能とした貨物専用型であり、正式名称は A300 回4から203である。エアバスインダストリーでは早くから A300 の貨物型を提案していたが、第一世代では、新造機での受注はなくすべて旅客型、または A300C4 からの改造により製造された。A300 回4の初号機は、 通算277号機で A300C4 から200として1983年9月29日に初飛行していた機体を改造し1986年6月6日の形式証明取得後に大韓航空に引き渡されたものである。この改造はイギリスの BAE によって行われた A300 から600シリーズでも純貨物型も提案され こちらは、心臓機での受注もあった。A300G の外観とキャビン内。フランスのノバスペース社が提供している航空機実験サービスに A300 が使用された。この機体は A300G と名付けられ、放物線飛行を行うことで微小重力環境を作り出す。A300G は A300 バイト2の通算3号機を改造したもので、 放物線飛行に必要な操縦を行えるコックピット、飛行状況を記録する計測装置類、そして実験機器を搭載できるキャビンを備える。1回の放物線飛行で作り出せる微小重力状態は20秒間、ないし25秒間で、重力加速度はマイナス 0.02G から 0.02G である。放物線飛行の前後では、 各20秒間 1.8G の荷重がかかる。1回の飛行で最大40回まで放物線飛行を行え、最大ペイロードは12トンである。A30G は1997年から運用を開始し、18年間に1万3000回以上の放物線飛行を行った。構造に高負荷のかかる飛行を繰り返すことから、 年々それに耐えるための整備が難しくなり、A310 をベースとした新しい 0G に後を引き継ぎ、2014年10月に引退した。A300 はシリーズ全体で561機が顧客へ引き渡された。そのうち A300 第1世代が249機で、A300 から600シリーズが312機であった。また、A300 から 600ST。 ベルーガが5機製造、納入された。第一世代の運用数は、引き渡しが始まった1974年から増加し、1980年代の後半には240機前後となり、ピークを迎えた。その後は、退役が進み2014年には20機を下回った。A300 から600シリーズは、納入が始まった1984年から、 運用数は増え続け、280機を超えた2000年代中盤をピークにその後は減少傾向にある。A300 第一世代の新造機での導入数が最も多かったのはイースタン航空でその数は32機であった。10機以上の新造機を導入したのは欧州ではエールフランスとルフトハンザ航空、米国ではイースタン航空とパンアメリカン航空。 アジアではタイ国際航空、東亜国内航空、大韓航空、インディアン航空であった。A300 から600シリーズを、新造機で最も多く導入したのは、UPS 航空で53機、ついでフェデックスが42機導入しており、貨物航空会社が上位を占めた。新造機を10機以上導入した、旅客航空会社は、導入数の多い順に、アメリカン航空、 大韓航空、日本エアシステム、大国際航空、ルフトハンザ航空、サウディア、チャイナエアライン、中国東方航空、ガルーダインドネシア航空であった。エールフランス、ルフトハンザ航空、イベリア航空、アリタリア航空といった欧州の主要航空会社は A300 を欧州内艦船で運航した。 A300 第一世代の運行機数が最も多かったのは1980年代後半で約240機をピークに引退が進み、A300 から600については2000年代中盤の約290機をピークに引退が進んでいる。初期の運行会社が放出した機体は中古機として中小規模の航空会社で採用された、ほか貨物専用型へ改造され、 貨物航空会社でも運航されている。2018年7月の統計によると A300 第1世代が12機、A300 から600シリーズが200機運用されている。この運用数にはエアバストランスポートインターナショナルが運用する5機の A300 から 600ST も含まれる。運用数の半数以上は貨物航空会社によるもので、 運用数の首位はフェデックス以下 UPS 航空 DHL の関連会社であるユーロビアンエアトランスポートと続き上位3社とも A300 から600のみの運用である同じく2018年7月の統計において A300 を運航している旅客航空会社は中東やアフリカの航空会社を主とした数社でマーハン航空イラン航空ケシュムウェア エジプト航空などとなっている。日本エアシステム運航当時の A300 バイトに、軽日本の航空会社では、東亜国内航空と、佐川急便グループのギャラクシーエアラインズが、A300 を採用した。東亜国内航空は、日本エアシステム時代から、日本航空との統合後まで含めて、A300 バイトに K を9機、A300 バイト4を8機。 A300 から 600R を22機と、延べ39機を運航した。ギャラクシーエアラインズは、A300 から 600R の貨物型を2機運航した。その他、大韓航空や大国際航空、フィリピン航空、中国の航空会社などが日本への国際便に A300 を用いた。また、パンアメリカン航空は、アジア路線に A300 を投入し、 日本へも乗り入れていた。A300 は、東亜国内航空の初のワイドボディ機となり、同時に、日本の航空会社が導入した、最初の欧州製、ジェット旅客機となった。日本のローカル国内線を中心に運航していた、東亜国内航空は DC、DC-9 の次に導入する大型機の、選定にあたり、主に A300 と DC、DC-10 を、比較検討した。 その結果、DC-10 ほどの大きさや航続距離性能は不要とされ、総発で整備性、経済性に有利で、地方空港の2000メートルの滑走路でも離着陸できる機材として A300 バイトに K が選定された。実績のない、欧州製で世界初の総発ワイドボディ機の導入ということで心配する声もあったが、 事前調査の上で1979年5月に最初の受注契約が交わされた。初納入に先立つ1979年11月、イルマ基地で開催された国際航空宇宙省にエアバスインダストリーは A300 のデイモ機を出展した。この時の機体はエアバスのコーポレートカラーであるレインボーカラーに東亜国内航空とペイントされており、 これを見た東亜国内航空の役職員が感激し、同社の機体塗装にレインボーカラーを譲り受けることとなった。東亜国内航空への初引き渡しは1980年10月で、翌年3月に羽田鹿児島線で初就航した。その後、ワイドボディ機でありながら滑走路長が2000メートルの地方空港へも就航できる離着陸性能を生かし、 羽田と北海道、東北、九州を結ぶ路線に相次いで投入され、ローカル路線網の充実に貢献した。増加する旅客数に対応し、A300 バイト 2K に続いて A300 バイト4を追加発注しようとしたが、当時すでに A300 から600の生産に移行していたことから、新造機では数を揃えられず海外の航空会社から中古機を買い集めた。 また、1988年4月には、東亜国内航空は、日本エアシステムへ、社名変更し、その年の7月に、同社発の国際定期便となる成田ソウル線が、開設され、A300 バイト4が就航したその後、日本エアシステムは、輸送力の強化と国際線へも就航できる、機材として、A300 から 600R の導入を決め、1991年4月に、 最初の機体を受領した。この時の A300 から 600R は、第一世代の後継というより、機材増強の側面が強く、第一世代は主に国内線、A300 から600は、アジア地域への国際線の強化に振り向けられた。日本エアシステムは、都は国内航空時代から、 A300 の定時出発率99.5%以上を維持し、エアバスから最優秀運行者として2度表彰された。日本エアシステムは日本航空と統合し、引き継がれた A300 から 600R は日本航空の新塗装に塗り替えられた。日本エアシステムが日本航空と経営統合した後も A300 は引き継がれたが、 第一世代機は2002年から引退が始まり、2006年3月31日に運行を終了した。第一世代はあらかじめ引退が計画されていたため、統合後もレインボーカラー塗装で運用された。一方の A300 から 600R は新しい日本航空の塗装に塗り替えられ国内線で運行された。2008年のリーマンショックをきっかけに、日本航空は 経営難に陥り、再検索の一環として、機種整理を行い、A300 から 600R も引退することとなった。当初の引退予定は2011年3月だったが、その月の11日に発生した、東日本大震災を受けて被災した東北への、輸送力増強に充てられたことで引退は一旦延期され、5月31日の青森発羽田行きの、便を持って、運行を終えた。 ギャラクシーエアラインズが運行した A300 から 600R 貨物型改造機。ギャラクシーエアラインズは2005年5月に佐川急便が設立した貨物専門航空会社で A300 から 600R の中古機を改造した貨物機を導入し、翌年10月に羽田と北九州並びに那覇空港間で運行を開始した。2007年4月には 新造機で2機目を導入し、新千歳と羽田並びに、関西国際空港間でも就航も開始した。しかし、燃料飛行等や、機材の不具合により運行整備コストがかさみ、当初計画より大幅な赤字となり2008年8月に、事業停止と生産を決定し、同年10月に全路線を廃止した。顧客へ納入された A300 シリーズは、 総計561機である。内訳は A300 第1世代が249機、A300 から600シリーズが312機であった。2017年1月現在、A300 が関係した航空事故及び事件は73件報告されており、その中には34件の機体損失事故と30件のハイジャックが含まれる。死者を伴う事件。 事故は15件発生しており、合わせて1435人が亡くなっている。A300 の最初の機体損失事故は1982年3月17日に、イエメンのサヌア国際空港で発生した。カイロ国際空港行きのエールフランス125便が、離陸滑走中に、エンジンが破損し、飛び出した破片が、燃料タンクを突き破り、火災が発生した。この事故で、 乗客乗員124人のうち乗客1人が負傷したが死者は出なかった。機体は修理不能と判断され登録抹消となった。A300 の最初の死亡事故は1987年9月21日に発生した。ルクソール国際空港に着陸しようとしていたエジプト航空の A300 バイト4から203が滑走路を700メートル超過して墜落した。 同期には、乗客は登場していなかったが、乗員5人全員が死亡した。A300 の事故、事件の中で最も多くの犠牲者が発生したのは、イラン航空655便撃墜事件である。1988年7月3日、アメリカ海軍のミサイル巡洋艦が発射した、ミサイルによって、イラン航空の A300 バイト2から200が撃墜され、 乗客と乗員合わせて290人全員が死亡した。その他100人以上の犠牲者が発生した事故には、1992年9月28日に、発生したパキスタン国際航空268便墜落事故、1994年4月26日に、発生した中華航空140便墜落事故、1997年9月26日に、 発生した、ガルーダインドネシア航空152便墜落事故、1998年2月16日に発生した、チャイナエアライン676便墜落事故、2001年11月12日に発生したアメリカン航空587便墜落事故がある。このうち、パキスタン国際航空268便と、ガルーダインドネシア航空152便の事故は、 A300 バイト4によるもので、それ以外は A300 から 600R による事故である。A300 が巻き込まれた最初のハイジャック事件は1976年9月27日に発生したエンテベ空港奇襲作戦である。エールフランスの A300 バイト4から203がハイジャックされエンテベ国際空港に着陸した。人質が 空港の旧ターミナルに移された後、イスラエル軍による救出作戦が実施されたが、人質3名が死亡した。本説では、A300 第1世代の主要諸元を示す。A300 から600及びその派生型の諸元は、エアバス A300 から600を参照のこと。ありがとうございます。